崎健次郎です違うか、吉田サラダです。 We love スワローズということで、本日はこちら2021年スワローズクルー会員のグッズが届いたので、そちらを開封したいと思います。ちなみに僕はプラチナ会員に入会しました。プラチナ会員はですね、年会費 13,300円です。さあ、どんなものが入っているのでしょうか。早速開けてみたいと思います。まずはこちらランボー違うか空気の干渉剤ですね。はい、まずはこちらです。2021年クルーユニフォームです。ちょっとクルーユニフォーム着てみたいと思います。クルーユニフォームこんな感じです。脇のところが特徴ありまして、ちょっとね、ガチャピンみたいな感じになっております。さあ、続きまして何が入っているでしょうか。東京ヤクルトスワローズ公式ファンブックですね。つば九郎がまぐちポーチです。ちょっと開けてみましょうか。こんな感じです。かわいいですね。これがまぐちやから、あ、こんな感じで開いて、素材がゴムみたいな感じで柔らかくてすごいかわいい。あ、これいいですね。続きまして、つば九郎キッチンタイマーでーすこういう感じで、これね、ご飯作るのも楽しなりますよ。こう立てられるようにもなってます。続いて抗菌マスクケースも入ってます。あと、メインですかね、ワイヤレスヘッドホン、つば九郎のワイヤレスヘッドホンです。あ、サイズ、あ、よかった焦った。これサイズが初めこうなってて、これやったら絶対まあ耳けえへんわ思って。サイズあるんですね。はい、こうサイズがあります。もうね、髪の毛がヘッドホンみたいな感じなんで、ヘッドホンの上にヘッドホンしてるみたいになるんですけども、こんな感じでーす。今回のグッズかなり可愛くてめっちゃいいなと思いました。本日は以上です。ゴーゴースワロー